ヤフヤー・ブン・シャラフ・ナワウィーの名前をアラビア文字で装飾的に書いた書道作品、アブザカリア・ヤフヤー・ブン・シャラフ・アルナワは13世紀、シリアのイスラーム法学者、ハディース学者。ダマスクスに近いナワア村に生まれ、18歳よりダマスクスで学級の日々を送った。ナワウィーはスンナ派・シャーフィー派の学頭に連なり、同学派の見解に沿った。 法的判断の手引書の著作などで知られるが、40余りの伝承を集めたナワウィーの、仲介付きハディース州、アルバインナワウィーやは、学派の違いを超えて広く、ムスリムに授与されている。ヒズブル・アーリフというナワウィーの祈祷書。1739年制作の装飾写本。メトロポリタン美術館像。ナワウィーという呼び名は、 出身地の村の名前から派生したニスバで、クンヤとイスムとナサブはアブーザカリーヤーヤフヤーブンシャラフという。ナワウィーにはムヒッティーンのラカブがあり、敬意や尊敬を込めてムヒッティーンナワウィー、イマウムナワウィーと呼ばれることもある。イブンアッタールというナワウィーの弟子で、ナワウィーより一世代下のダマスクスのウラマーがナワウィーの伝記を書いている。イブンアタールによるとナワウィーは ヒジュラ歴631年ムハラムズキにダマスカスの南にあるナワー村で生まれた。ナワビィーは18歳の時ダマスクスへ行き、以後、そこで学級の日々を送った。1253年にはメッカへの巡礼を果たした。以後、15年間ほどの間、ムフティーやカーディなどの公職に就くことなく姿勢のウラマーであったが、1267年にアブーシャーマ、 アブシャーマという人物の後を継いで、アシュラフィーやハディース学院の長になった。干ばつの続いたある年、ナワウィーは、ダマスクスの町を代表して、マムルーク町のスルターン、ルクヌッティーン・バイバルスに、税負担の軽減を求めた。バイバルスはこれに起こり、ナワウィーをダマスクスから追放させた。バイバルスは、その後まもなくして毒殺され、ナワウィーは、ダマスクスに戻った。ナワウィーは、 ヒジュラ歴676年ラジャブ月24日の水曜日に故郷のナワー村の実家で亡くなった。没年はグレゴリオ歴では1277年にあたる。イブンアッタールなど複数の資料にはナワーウィーが亡くなったという知らせが翌木曜日中にダマスクスに届き、さらに翌日のウマイヤモスクにおける金曜礼拝では深い悲しみの中ナワーウィーに 祈りが捧げられたことが記載されている。ダブリンのチェスター・ビーキ図書館が所蔵するアルバイン・ナワウィーアの主写本の一つ、ナワウィーの著作は少なくとも50点以上ある。代表的なものの一つ、ミンハージュル・ターリビーンは、シャーフィー派の見解に沿ったイスラーム法学入門書の古典とされている。マジュムー・シャルフルム・ハザブは、シャーフィー派の見解に基づいて、 法的判断を行うための手引き書きであり、1899年に、フランス語分け付き肯定本が出版されている。リィアド・サーリヒーンは、テーマ別に、聖典、クルアーンのショークを引用し、それに関連するハディースを示し、注釈を加えた実用的な宗教書である。アルバイン・ナワウィーヤは、40余りの伝承を集めた仲介付きハディース集で、ある。本書は、 音楽派の違いを超えて広く、ムスリムに授与されており、本書自体への注釈書もおびただしいほどの数、存在する。日本語訳も存在し、黒田樹郎による翻訳で1980年に、イスラミックセンタージャパンから、40のハディースという署名で出版された。日本語訳者、黒田樹郎によると、アルバインナワウィーヤは、全部で42個という、わずかな数の伝承をもとに、 イスラームの総合的な理解が得られるように意図されている。ナワビーの人となりについては深い知識があり、世俗を避け、多神教を禁じ、一神教を進めることをすべてのムスリムに奨励する信仰の導き手であったという表がある。ナワビーはアシュアリー派神学を信奉し、クルアーンを解釈する際は信仰的側面を強調した。ナワビーはまた、 スルターンバイバルスとの対立に見られるように、時の異性者に妥協することなく、観光を重視する生前を行うことを衝動した。ナワビーの政治思想は、ダマスクスのウマイアモスクで論人を張ったスンナ派の活動家的イマームへと受け継がれてゆく。イブンタイミーヤはそうしたイマームの代表的な人物である。ありがとうございます。